こんばんは。こんばんは。はい、本日キャスターを務めさせていただきます中村悟です。神先生です。沖縄大好き日本人神先生です。はい、また、今回もよろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、本論入る前にまた、イベントの重要なですね、イベントの告知をさせていただきます。はいはい、モニター映してください。県政奪還県民大会、玉城知事、私たちは先住民族ではありません。ありません。うちのアーチを先住民族と断定している市民外交センターの操り人形となった玉城知事というイベントを開催いたします。前回の番組で、いかに操り人形になってるかってよく見えてきました。わかりました。この犯人、上村さん、ヤマトン中でしょ。ヤマトン中、沖縄の人でもないのに勝手に沖縄を売り渡そうとしている変人ですよね。絶対私インチキ許されませんからね。もうインチキを通り越して私は、テロリスト並みの犯罪。犯罪ですよね。テロ並みですよ。お前は誰か、どこの人か出てこいってね、言いたくなっちゃうよね。勝手に沖縄を人に売ろうするな、お前は。で、勝手に沖縄の人たちを、インディアンとかアメリカインディアンとか、オーストラリアのアボリジニとかと同じ先住民族だと、もう昔から沖縄日本だよ、体育からいうことを、大事なんですけど、今言い出したんじゃないですよ、ずっと前から言ってるんですよ、で2008年からそれが言い続けて成功したのが2008年なんですね。2008年には国連からも先住民族だって、川道先生も先住民族だっていう勧告が出てたんですよ。もう勝手に言わないで。で、出てたのに、まだ出てたのも知らないじゃないですか、おかしくないですか。おかしいよ。なんで隠してんの。分からない。もう2008年から14年間隠し続けて、で玉城知事が市民外交センターの発言枠を使って国連で発言したじゃないですか、で先住民族だと沖縄の人たちを勝手に決めて国連を騙して、韓国も出させるのに成功して、それも隠し続けていた NGO の発言枠で玉城知事が喋ったんですよ、とにかくインチキこの人なんかは、だからもしかしたらだけどお金が目当てなんですかね、やっぱりね。なんでこんな運動するの、わざわざこの人たちって。これはね、多分ね、筋金入りの革命思想が植え付けられてるんじゃないかなと思う。あ、革命。革命闘争か。昔の、本当に日本を転覆させて、共産主義革命しようとしてた人たちが、60年安保、70年安保の時だじゃないですか。なんていうの、浅間山荘事件みたいなね、ああいうね、思想になっても頭狂ってる。なるほどね。あれの民族版だと思う。なるほど。この沖縄の人たちとアイヌの人たちを先住民族にすることによって日本国をバラバラにして、革命することができるというぐらい信じ込んでる人じゃないかなってね。なるほどですね。ですね、 DNA を調べるとですね、基本的に日本人は縄文人の DNA があります、そうですね。で、南と北にそれが一番濃く残っているんですよ、つまり極端な話ですよ、沖縄は日本の始まりかもしれない。それをいいよ、私先住民族よりいいよ、その方がいいよって、それは原因が思想だとしてもお金だったりとかさ、いろんなことになんか引っ張ってる人なんかっていうのが、そういったのにを根拠にっていうか、そのエネルギーに引っ張ってるんだとしたら、俺からしたら超インチキなんですよ、変な話なんですよ、基地が撤去できるんだったら先住民族になった方がいいんじゃないかっていうね、議員がいるんですよ。これバカタレですか。陳情して回ってやった時にいましたよ。バカタレですか、この人。豊見城の、共産党のセナガって人。セナガで共産党、なんかルーツあるんですか。ありますよ。ある。セナガ亀次郎の。ああ、そうですか。子孫ですね。ああ、そう。委員会で陳情した時にそんなこと言ってました。そういう選択肢もあるんじゃないかな、みたいな、なんかね、はぁと思って勝手に、まあまあまあ思想だからねそれはイーブスは勝手だけど、でも事実を知らないとダメでしょ。そんなね、沖縄では日本人かどうかなんてことを、そんな基地が撤去できるかどうかっていう、そんなね、もので決められるもんじゃないじゃないですか、
基地はね、今だけの問題だけど日本人かどうかはもう永遠に続く問題だから、うん、昔からどうだったのか千年後どうなるのかも判断して決めないといけないの、うん、基地が撤去できるから先住民、うん、今度は得するんだったら日本人得するんだったら何人ってなるのって話、うんうん、もう民族の誇りも何もあってないよ今回新しいニュースで、うん、ちょっとヤバいっていうのがあったんですね。ヤバいヤバい、うん、ヤバいっていうのがあったんですけど、うんうん、モニターをさせてもらえますか、はいはい、先住民族遺骨返すべきっていう記事が、何ですかこれ、載ってるんですけど、これ23日の琉球新報ですけど、うん、これはですね、うん、あるその松島康勝っていうその、うん、人たちとか、松島康勝っていうのは、うん、琉球独立研究学会作った人ですね。あ、そんな人たちが裁判を訴えてるんですね。何の裁判ですか？何の裁判を訴えてるかあったら、うんうん、ここ読みますね、まあ、大阪で高裁で判決が出たんですけど、うん、琉球王家の子孫という県民らが、琉球王家の子孫っていう、うんうん、昭和初期に旧帝国大学京都大、うん、今の京都大ですねの研究者によって泣き人の風葬バカ、うん、無邪なバカ、はいはいはい、泣き人に墓があって、はい、ありますね、から、うん、研究目的で持ち去られた遺骨、うん、この墓から、うん、あの骨を持って京都大学に持っていったという、うんうん、その墓を返還を求めたと、うん、沖縄の骨だから沖縄に返せと、うんうん、求めた、琉球遺骨返還訴訟、うん、返還請求訴訟の控訴審判決で大阪高裁大島新一裁判長は22日請求を退けた、うん、一審京都地裁判決を支持し原告側の控訴を棄却したと、うんうんうん、これはこれで、うん、まあ、あんまり私関わりたくないなと思って、そうだね、うん、関わりたくないなと思って、うんうん、まあね、まあ、沖縄だった墓の骨だから、うん、まあ、沖縄に返してくれた方がいいかなとも思うけど、うん、まあ、この人たちの味方するのも難しいし、うん、と思ってたんですが、これ棄却したんです。でこれだけだったら別に問題なかったんですね、うん、ところが一方不言、まあ、法的拘束力がなくて、まあ、コメントみたいなもんかな、うんうん、これ不言っていうのがどこまで効力あるかっていうのを今後調べないといけないんですけど、うん、不言で遺骨の返還は世界の潮流になりつつあるとし、うん、持ち出された先住民の遺骨はふるさとに返すべきと指摘と、うんうん、これが問題なんですよ。先住民って言っちゃった、うん、先住民の遺骨って言っちゃったんですよ。なるほど、うん、この先住民のこの取り方がさ、今見てる方も若い人たち世代も先住民と先から住んでるっていう話ですよね、まあ、日本語で言えばね。そういった意味では当たっているんだけど、うん、でも今そのオール沖縄さんたちが言ってる先住民っていうのは国連で認めた民族が違うんだからって言い方してるんだよね。そう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 、うん、それはちょっと論点が違います皆さん。この先住民っていう言葉を日本政府は国連が、うん、アイヌと琉球の人たちは先住民族と公式に認めなさいっていう勧告を出したけれども、うんうん、日本には先住民族はアイヌ以外いませんと、まあ、これはこれで問題ではあるんですけど、これも梅村秀樹がやったんですよ。あ、そうなの。アイヌもアイヌも、あ、なんか見えてきた、うん、これも梅村秀樹がやったんですよ。アイヌも、お、皆さんいつか琉球民族なんとか資料館みたいなのを200億円ぐらいで建てて、この人がっぽりもらってきますよ。インチキだよ、うん、あ、そうですか、うん、そうそうそう、あ、なるほど、わかりました、うん、はいはい、で、うん、このでも日本政府は先住民族いませんって断ってきたんですよ、うん、要は沖縄の人たちは先住民族でありませんというのが日本政府のスタンスなんですよ、うんうん、で日本っていうのは、うん、まあ、小学校の時に習ったんですけど、はいはい、三権分立じゃないですか。三権分立、三権分立3つなんですか、うん、司法、司法、立法、行政、行政、行政、うん、で日本政府は行政ですね。行政で、行政は日本には沖縄の人たちは先住民族ではありませんってずっと言い続けたんですよ、うん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 、で議会も先住民族だとはまだ言ってないですね、うん、国会でも言ってないですね、うん、でみんなどこもこの三権分立の三権とも沖縄には沖縄人たちは先住民族ではありませんというスタンスだったんです、うん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 、これまでは、うん、ところが、うん、この大島裁判長は先住民だって認めちゃったんですよ、うん、だから人によって先住民の解釈がいろいろあるのかもしれないね。まあ、でもね、裁判官だから、うん、知らないことはないですよ。そうですね、先住民族は裁判官だから、うんうんうん、これどういうことかっていうと、このまた国際的な潮流とか言ってるじゃないですか、うん、まあ、何をもって国際的な潮流って言ってるかっていうのはあるんですけど、うん、国連から沖縄の人たちは先住民族です認めなさいって言った時に、うん、まあ、国会答弁でも、うん、拘束力はありませんと言ったわけですよ、うんうん、まあ、勝手に勧告なんか出しなさいと、うん、
どうせ無視すればいいんだからというふうに思ってるんだけども、で私ずっと言ったのは、国連勧告っていうのは拘束力はないけれども影響力ありますよと、勧告出たから、勧告が国連が認めたからと、もう神様みたいな、国連が認めたからってなるわけじゃないですか、でこれが一番どこに影響出るかって言ったら司法に出るわけですよ。で出ちゃったわけですよ、多分、これが今度司法が崩れるじゃないですか、で今度は司法が崩れると司法で認めたじゃないかっていうことを行政側に訴えることができるわけですよ。なるほどね、はいはいはい、で三権分立だから、行政と司法は対等だから、今度はこの司法で先住民族だって認めたものを行政側に影響力を出ないようにどうするかっていう新たな課題がこのニュースでは、事件では発生したなと思って、私はまた仕事が増えたなって ね、まあ、日本もその言ってみれば三権分立が正しく機能しているかどうかも別もう分からんからね、アメリカは特に崩れてたからね、日本ももうほとんどそういう状態になっているんだと私は思っているけど、この新聞ちょっともうちょっと読みますね、大阪高裁返還請求は棄却と、原告側は上告する方針、まあ、また最高裁出すわけですね、研究目的で持ち出された遺骨の返還訴訟で高裁判断が出たのは初めて、大島裁判長は認定事実で原告らについて沖縄地方の先住民族である琉球民族に属すると言及した。判決だから日本人なんだって、先住だけど日本人なんだって、はい、で、判決理由では国際人権法や憲法に基づく遺骨返還請求権はないと判断、墓への参拝を行っている子孫らには他にも多数存在すると考えられ、民法で請求権がある祭祀の主催者とは認められないとしたと、まあ、あの自称第一長子の松江って人がいたけど、あなたも松江だけどももう隅っこの方でしょと、この多分ね、あのうとうとできるのは、ちゃんと墓に対して祭祀の責任者はやっぱ直系、みんな直系じゃないですか、そうですね、本家がやるから、そうじゃないっていうことで、請求権はないと、民法で、民法ではないと、京都大による遺骨の保管対応は不当なものとは言えないと述べた。判決を受け原告側の庭弁護士は、法の理論として一審判決の枠を超えられなかったが琉球民族と認定したことに驚いた、不言に、裁判長の思いがこもっていると評価した、京都大は取材に主張が認められたものと理解しているとコメントしたと、まあ、こんな、ニュースがあったんですけど、これ結構やばいなと思ってですね、なんか言葉遊びの戦いみたいな感じになってくる。でこれのまだ本当の判決文って見てないから、このニュースが 100% 本当とも限らないと。そうですね、本当とも限らなくって、ちょこっと言ったら先住民族として見てみたって騒いでる可能性もあるわけですよ、でこれ一人歩きすると革命ができるっていうね、今回このニュース出たじゃないですか、で同じ日に社説に載ったんですよ。琉球新報で社説に載るっていうのは、これはあのオール沖縄に対する影の指令書みたいなもの、指令書、こういう思想で広報だ、広報、こういう思想でこういうふうに動きなさいねと、だからあの沖縄の政治っていうのは、社説に書いた通り動いていく、大体ね、はいはいはい、なんでこれが同じ日に載ったら普通は翌日に載るんですよ、これが同じ日に載ったからかなりこれは指令のランクはね上だなっていう、ね、なるほどね、これ指令のランク上なんですよ、はい、それが、こう社説ですね、まあ、最初のだけ言います。旧京都帝国大学の研究者が昭和初期に今帰仁村の桃じゃらばかから研究目的で持ち去った遺骨の返還を琉球王家の子孫とする県民らが大学に求めた訴訟で、大阪高裁は請求を退けた一審を支持し原告の控訴を棄却したと、まあ、さっきの記事と同じですね、一方原告らを沖縄地方の先住民族である琉球民族に属すると認定した、不言でも遺骨の返還は世界の潮流になりつつあるとし、持ち出された先住民族の遺骨はふるさとに返すべきだと指摘した、京都大は一刻も早く骨を返すべきであると、まあ、でも本当は骨を返すかどうかはね、どうでもいいんですよ、いいんだよね、どうでもいいんですよ、この言葉を引き出したかったんだよね、先住民族だって言葉をね、多分ね、本当はね、そうだよね、これはね、あのポーズだけだと思う、実際この人が本当に子孫かどうかも分からんもんね、骨を返してもらって、じゃあもう先祖様って言ってさ、ちゃんと手を合わせて拝む気持ちはね、多分ね、何もないですよ、ないね、京都大の返還拒否やそれを追認した判決には、日本本土の沖縄に対する継続的な植民地主義が垣間見える、これを言いたかった、はいはいはい、そもそも日本本土と沖縄では墓をめぐる慣習が違うが、それを考慮せず日本本土の慣習に沿う民法だけで
判断したからだと。これ、うん、あんまり理論理性ないですね。だって墓を引き継ぐのも沖縄の文中カルチャーでも、うんうん、やっぱ本家だけだもんね、うん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 、その根本を改め日本の法律に限界があるのなら国際人権法の趣旨を踏まえた判断をすべきだ。ここでね、前かしがあるんですよ、うん、さてこの国際人権法って何ですか。分かんないですよ。分かんないけどなんとなくもっともらしく聞こえるじゃないですか、うん、これ先週の番組でやったあの先住民族の権利に関する国際連合宣言ですね。宣言、これを法律って言ってるんですか。国際人権法、法律にまでしちゃうわけ、勝手にこれが。だから国際人権法だから日本の法律じゃないですよ。ああ、はいはい、国連の宣言のことを言ってるわけ。うん、国連の先住民族の権利宣言のことを言ってるわけですね、うんうんうん、要は沖縄の先住民族先祖前来の土地では軍事活動は行わないということを言ってるわけです、うん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 、なるほど、はいはい、だからここで法基準をすり替えるロジックがあるわけですよ。日本の法律で行政をしてるのに、うんうん、いきなり国連の法律を持ってきて持ってくる、この内政干渉を誘致してるわけです。この言葉が新聞が堂々と宣言してるようなもんだ。それを新聞が騙してるんですね。だが判決は原告が主張した国際人権法や憲法に基づく遺骨返還請求はないとした、まあ、憲法に基づいて判断したからないってしたんですけどね、うんうん、これ言ってることはこれ琉球新報、琉球新報、あ、はい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 、墓に参拝している子孫らは他にも多数いると考えられ、民法で請求権がある祭祀の主催者とは認められないとしたと。波平恒雄琉球大名誉教授が指摘するように、琉球沖縄と日本本土では母姓や創姓など伝統的慣習が大きく異なる。沖縄ではお墓の集団的利用が広く行われてきたが、民家は家族単位の墓が単独相続される日本本土の慣習を想定していると見られると、うん、まあ本家じゃないから黙っとけって話だと思うんですけどね、うん、まあ市民あるよって言ったんだろう、簡単に、うん、波平氏は本裁判の問題性は多数の大和人の法に基づいて少数派の琉球人の遺骨返還請求が裁かれている点にあると指摘と。これまあ、うん、あの左翼が言う構造的差別っていうのを、うん、ロジックを持ってきてますね、うん、植民地主義の過去の生産や沖縄の自己決定権の確立とも深く関わるという、うん、これも全部国連用語なんですよ、自己決定権とか、うんね、まあ、確かにこの、うん、お骨は家族のもとに返してあげようっていう気持ちを分かるんですよ。ただ言いたい、これで言いたいことはその日本言葉を引き出したいんです。日本から差別されてるっていうのをね、うん、どんどん、ね、言葉出したいんだよね、引き出したいんですね。で要は祖先の遺骨を要はゲームに使ってるってことですよね、あなたたちはね。ダメだよね、インチキじゃないこれ。そうそう、はい、でここでこうちょっと明確に出てきたのが、うん、国連は2008年に沖縄の人々を先住民族と公式に認め、うん、日本政府に基地問題などの差別の改善や沖縄の言語文化の保護を何度も勧告している、うん、だが政府は沖縄の居住者出身者は日本民族だとした勧告を受け入れていない、うん、国際法である先住民族権利宣言はってさっき言ったね、うん、国際法のこと、先住民族の合意がない限り先住民族の土地の軍事利用を禁じている。沖縄の人々を先住民族と認めると政府は基地問題などこれまでの沖縄政策の不正を是正をせざるを得なくなるため認めたくないのであろう。不言は訴訟での解決には限界があるとし、関係者には対話を促した。その前に裁判所は国際人権法などの趣旨の実現を考えるべきではなかったかと。琉球民族を先住民族と認めた不言に、原告はアイヌ民族を先住民族と初めて認めた二見谷ダム建設をめぐる札幌地方裁判裁決を地方裁判決を重ねた上告する方針だ。遺骨返還は世界の潮流である最高裁には世界の潮流に沿う妥当な判決を求めるとという話で、これまたものすごく危険なんですよ。危険だな、これものすごく危険で、うんうん、これ本来は骨を返すか返さないかって判決だったじゃないですか、うんうん、で原告と裁判所だけの問題だったじゃないですか、うんうん、これが先住民族って触れた瞬間に、うん、この原告のことなんか関心も何もない自分たちが先住民族だって認められる危険性が出てきたんですよ、うんうん、危険だよね。だからこことここだけの話なのに、うん、なんか先住民族っていう言葉ポンって出す瞬間にブワーって範囲がね、うん、問題がこんだけ広がって、うん、骨を返すかどうかっていうことと先住民族かどうかっていうことがこの絡められて、うん、もう世界のうちなんちゅうの問題ですよ、うんうん、なぜか、はい、だからこれをどう止めたらいいかっていうのは、これ原告を先住民族として認めたのか、うん、沖縄の人たち全員先住民族として認めたのかっていうこの裁判長の
確認を取らないといけないなと思うんですよ。なるほど。っていうか私たちは先住民族という意識ないので、それを確認しないでまたそうだねって言った裁判長ってこれ不見識だと思わないですか。もう裁判長辞めた方がいい。裁判長辞めろっていう、裁判官辞めた方がいい。裁判官を辞めろっていう運動しましょうか。もう本当にそのぐらい必要、うん、答えなんですよ、うん、大変なこと。黙ってたら認めたことになっちゃうんですよ、うんうん、大変なことになるよ、うん、でこのニュースで大喜びしている人たちがいるんですね、うん、あいる、あ、まあ、いるよな、うん、まあね、うん、そうそうそう、この原告団の一人で松島康勝さん、うん、落胆しましたが、この人はまた誰なの。これ琉球民族総合独立研究学会っていう、また何学会があるんだ。2013年に設立した、2013年の5月15日に設立したんですよ、この人。復帰の日にわざわざ、そうそうそう、ま、松島ってあるけどどこの方なんですか。今度石垣出身。石垣、うん、あ、石垣なんですね。石垣は八重山日報もあるんだけども、うん、逆にそのど反対もいるからね。そうそうそう、この方はね、うん、龍谷大学の教授かなんかお勤めなので、うんうん、飛行機で沖縄に来るときには今から琉球に帰国しますってツイートをするような方。あと親川しな子ちゃん、うん、あ、しなちゃんね、親川しな子さん、しなちゃん、この方 もう同じメンバーですね、うんうん、共同代表で、うん、今回の裁判がめちゃくちゃすごいポイントは、大阪高裁の大島裁判長が沖縄地方の先住民族である琉球民族の遺骨は故郷にすべき素敵としたこと、うん、だったら企画するなよって話なんですがね、うん、遺骨盗んで廊下に置きっぱなしにしている京都大学はすぐ謝罪し、遺骨を墓に返還してと言ってます。うーん、はい、この親川しなちゃんはちゃんと染み入ってるんかね、自分でね。まあどうでもいいんですけど、分かんない、うん、高山雄三さん知ってます。わ、この誰なの。今ね、名護市議会議員。あ、そうなんです。うちなちゅですか。じゃあ、うちなちゅです、うちなちゅです。この方は YouTube、うん、あの YouTube のショート動画で、うん、皆さん沖縄の琉球の敵は、うん、中国ではありません、うん、本土の皆さん全員ですって言ったんですよ。この人は完全にどっかがもう洗脳されてますね。で、あの、うん、過去琉球を侵略をした国は、うん、日本とアメリカだけですと、中国ではありませんというようなニュアンスのことも言い方。やっぱり歴史を知らないって罪だな、うん、あのね、皆さん、こんな私もかつては愛読書が新聞でありました。で、本気で日本人という意識はあるんだけども、沖縄って国旗作ればいいのによとか、こんなに虐げられるんだったらって思ったこともある、うんうん、でも君がよ国家っていうのを自分たちの国家なんだって認識したのは本当に近年なんですよ。今は空で歌えるぐらいになりました。そのぐらい私たちは考えてないっていうことに気づいたのよ、ね、言葉は確かに違うよ。大阪の言葉と東北の言葉も違うよ、日本語だけど。あの鹿児島の言葉も、うん、ものすごく田舎に行くともう全く何か分かんない、はい、でもそれは個性なんですよ、日本のいいところなんですよ。四季が折々なのも日本のいいところなの。いろんな文化があって、例えば岩手県に行ったらね、あのジャジャ麺があるよって一緒と、沖縄そばがあるのと一緒で、言葉はそれぞれ違ってもいいんです。でも沖縄は日本なんだって誇りはまた別のものだからね、違う民族だっていう考え方には言ったらダメです。でなのに自分の国のことを国内戦争を起こそうとしているような人の考え方にしか私は聞こえないんですよ。これ危険ですから、皆様は引っ張られないよ、そんな人に。引っ張られたらダメよ、まあ、オリンピックになれば日本のチームを応援するし、うん、ね、あのワールドカップでも日本してるんだから、これなんでかって日本人だから。日本人だからよ、ね、高校野球だったら星ばくしも関係なくイエーイって応援するじゃない、うん、お前星が応援するな、確信が応援するなって言わないでしょ、うん、これ琉球人で見てみたら、うん、なんかあの甲子園とかで、うん、なんか琉球人特別枠とか作れとか話になってくる、なってくる ねみんなが大好きなそんなスポーツもさ、もう平等じゃなくて、ね、平等じゃなくなるんだよ。平等じゃなくて、あ、琉球人の先住民族様ですね、はいはいはい、特別枠がありますよ、はいはいはい、とこれっぽっちも味気ないなっちゃうですね、味気ない。はい、また高山雄三さん映してください。この裁判で大阪高裁が、原告は沖縄地方の先住民族である琉球民族に属すると事実認定、つまり琉球民族は沖縄の先住民族だと裁判所が認めたということ、このことはこれまで何度も国連から勧告されてきたが、日本政府は固くなり認めてこなかった。国内の潮目が少しずつ変わっていくかもということを、もう大喜びですよね。あと安倍隆、あ、出た安倍さん、
持ち出された先住民族の遺骨はふるさとに返すべきだ、大阪高裁が言ったのはごく当たり前のことに過ぎない、うん、競技にさえ応じない京都大学の異常さが際立つと、うん、まあ、京都大学の返還問題は私もどうでも、うん、あまりこれはタッチしたくないんですけれども、うんうんうん、でも、まあ、でも私も気持ちは今安倍さんが言っていることと一緒ではあるね、うん、まあ、返したらいいと思う、ね、うん、遺骨は返すべきだと思う、うんうん、はい、でも先住民族として返すか、そういった問題とは別です、日本人として返すかという問題ですね、はいはい、違います、はい、さてこの認定が本当に認定したのかどうなのかというのは私には分からないんですけども、うんうん、これも判決文をもう一回見て、うん、この普遍の効力というものをもう一回確認して、うんうんうん、それからおかしかったらやっぱり沖縄県民から物申して、これは裁判長としては不適切ですよという声も上げないといけないぐらい大きな話かなというふうに思ってます。だから今後基地反対運動はこの先ほどの裁判で高裁が先住民族だということを認めてしまったから、これを根拠に基地反対を主張し始めるロジックがどんどん浸透していく危険性がある、危険だなと思ってですね、だから上村秀明は絶対くっつけちゃいけない、この先ほどの裁判の判断は俺たちは日本人だよということをこの裁判官に伝えて、広がらないように抑えないといけないっていう、うん、これ、うん、やらないといけないことがたくさん出てきたんですよ、うん、たくさんあるね、大変ですよ、これ戦争ですよ、戦争だね、これ負けたら、ね、うん、沖縄取られちゃうから、はい、はい、もう私たちはもう、ね、特攻隊になった気持ちで、本当に特攻隊の気持ちだな、ね、今頑張っていかないといけないですね、うん、国を守るため、そして未来の子どもたちの幸せを守るために、これ守らない、私たちは今ここで日本人だということを明確にしないといけないですが、うちらん中の日本人の尊厳を守ることが日本を守ることになるんです。そうです、ね、あなたたち日本嫌いなんですか、違うよね、日本守りましょう、沖縄を守りましょう、日本なんですから、うちらん中の日本人としての尊厳を守りましょう、守りましょう。今日もありがとうございました。どうもありがとうございました、はい、ご視聴ありがとうございました。